富士五湖は霊峰の裾野に点在する湖、山中湖、川口湖、西湖、庄司湖、本栖湖を総称して呼ぶが、そこでは一年を通してさまざまな自然を楽しむことができる。冬の富士五湖へやってきたのは、子供の頃から和食料理店を営む父親と釣りに親しんでいる脇坂春菜。そしてモデルで現在釣りを猛勉強中の吉水津田さん。二人の元気な釣りガールが山中湖のワカサギ釣りと西湖のヘメマス釣りを初体験、冬の大自然を満喫します。おお、でかい。ヘメマスやりました。めっちゃでかいですね。綺麗。こんなに近くで富士山見たことないから、もうでっかいですね。ねえ、雲もないし、めっちゃ気持ちいい。風もね、冷たくて心地いいですね。ねえ、富士山に一番近い湖として知られる山中湖は富士五湖で最大、標高は 980.5m と日本全国で3位。山中湖の夜明け、自然を司る太陽が徐々にその顔を見せ始める。山中湖のワカサギ釣りは家族連れやカップルが手軽に楽しめる冬場の人気アクティビティ。ワカサギ釣りは事前の予約が必要だ。今回ドーム船の予約をしてくれたのはワカサギ釣りの名手、井上聡さん。まずここではね、はい、乗船料支払います。はい、じゃあまず乗船料はですね、はい、お一人様4000円の、はい、あとはこの山中湖の入漁料っていうのがあります、はい、ね、乗船料の他に遊漁料を支払う。遊漁料は魚の育成や環境整備に使われるという。初めてだね。おはようございます。お願いします。出船は午前7時、ポイントまでは10分の距離だ。なんか家が動いてるみたいですね。ね、快適すぎて。快適です。あったかいし、広いし、うん。今何やってるんですか？今これはね、今日使うやつ。秘密兵器ですか？もう秘密というよりも、これすごくよくできてて、これがリール。リール。電動しかも。軽い。ちょっと触ってみて。ワカサギは美味しい魚。近年は電動リールを使った釣りが主流。さあ、これが穂先です。めっちゃ入ってる。なんでこんな種類あるんですか？あ、いい質問です。これが竿には硬いものや柔らかいものがあり、釣り方によって変えていく。なります。はい、お待たせしました。じゃあ竿を下ろして試してみてください。おお。つながってるんや、すごいね。つながってる。竿をね、セットしてポンってこうに置いて、すごい簡単ね。そして餌、この餌を用意すれば出来上がりです。今回の餌は紅刺し、一つの針に一匹ずつつける。仕掛けには針が5本、長さはおよそ60センチ。重りも一番下につけます。これで餌をつければ出来上がり。餌はこういうふうに一つ、うん、頭、尻尾、どっちでもいいです。それではね、釣り方をまず見ててください。はい。フリーとロック。フリー側に倒すとどういうことになるかっていうと、落ちていく。落ちていく。どん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 。12メートルと言ってましたね、はい、だいたいあの仕掛け分があるからそれよりも短い数字で出ます。プンプンってなってる。そうで、一番下につくとこんな風にほら今もう平らになってる、ね、あ、もうかかってる、ほら
今当たってる。ほらほら。すごいすごい。これで右左ちょい巻きと連動巻きが変えられるので、はい、私の場合は右がちょんっていうと少し今上がった状態です。ここで重りが少し固定から上がってる状態で、うん、もう早速着せるので、はい、これ朝の一発目です。一発目上げてみます、はい、上げる時にはこれがちょい巻きって言ってこっちが連巻き連動ピョンってやるだけで勝手に巻いてくれてる。勝手に上がってくる。すごい便利ですね。すっごい便利なんです。どう？かわいいです。すごくほらこれがね今日釣ってもらうワカサギです。はい、たくさん釣りましょう。たくさん釣りましょう。暖かくトイレもついたドーム船、今日一日快適な釣りを楽しもう。微調整でこれをここにこういう具合にスプールをね上下で微調整もできる。巻き上げるときはちょっと後ろに、はい、これで固定の微妙な調整をしてる。でここで誘ってよく。これでいいんですか？それで必ず止めないと、はい、この竿先がプルプルっていうのがわからないので手でいつまでも持ってるとわからない。とにかく誘って止める。そうそうそう、今のいい感じだ。今のいい感じ。トントンってする感じで。そうそう、今来た。来てました。よく見てて、誘ってほら、おー、かわいい。あって言った時にはもうなるほど。そうそう、で反射神経。これって結構頻繁にトントンってやっていいんですか？いいですよ。やって止める、やって止める。このままにしてたらダメなんですか？そうそう。そしてあまり来ないようならちょっと一回上へ。そう、それでまた下げる。下げる。トントン。またトントン。トントン。今日。いやー、2匹釣れました。2匹ついてるね。2匹ついてる。来てたのに。これやっぱ5匹釣れることとかってあるんですか？生きてるよ。よし。ここも巻き上げ、巻き上げ。あれ？いやー、もちろんもちろん。あるよ。近くへ行って、あと外しが慣れればね。外しが慣れれば。おお、来てる。ワカサギによって、なんか餌を見てすぐ食いつくとか、うん、様子を伺ってるワカサギがいたりとか、うん、違ったりしますね。違うんですね。やっぱり餌は新鮮な方がいいけれども、やっぱりその針の部分、うん、ここに誘ってあげて、美味しいんだよって見せてあげて、止めて食べる時間。ワカサギが餌を食べるパターンは様々。釣るためには仕掛けや誘いに工夫が必要になる。仕掛けがそこにつくとすぐに誘いを始める。竿を動かせば仕掛けが動き魚が寄ってくる。そして魚が餌を食べると竿先が動いて知らせてくれるわけだ。竿先に動きが出ない当たりもある。餌を食べた瞬間その場で動かず口に入れたまま。この場合餌は動かないので竿先にすぐに当たりが出ない。勢いよく餌を食べるときは明確な当たりが出る。魚の活性が高いときに見られる当たりだが普段はあまりお目にかかれない。まずは竿先の動きに集中。慣れてくれば魚の気配で当たりが取れるようになるはずだ。なるほど。やっぱりなんか気づきにくい当たりとかあるもんね。あるあるある。餌の交換も重要。新鮮な餌をつけた方が確実に釣果は上がる。通常コイン 2,3 回振って止めて 2,3 回振って止めて見ればプルプルってもそってなるんだよね。もそって。そう。ワカサギ結構大きい。結構大きい。いいね。いいサイズ。いいサイズ。大きいですね。大きい大きい。ああいいね。綺麗。うん。美味しそう。二人とも徐々に慣れてきた様子。でも微妙なあたり、あ、もう乗ってる。もう乗ってる、乗ってる、乗ってる、乗ってる。あ、結構一気に来た感じ。今ね、群れがちょっと来てるね、うんうん、だからこういう時は早く。おお、綺麗。
き。おお、自分はちょっと下回りちっちゃくて。わあ、可愛い。同じことを続けていては魚に飽きられてしまう。ここで竿先を交換。井上さんはワンランク柔らかいものを選択した。重りですか？重りです。これを上につける。おお、なんでしてんの？なんとなく、なんとなくここにつけたり。同時にシステムも変更。小さな重りを仕掛けにつけ、当たりの出方を変える作戦だ。で、ちょっと説明しますね、はい、あの原理としてはこの重りありますよね、はい、で誘って止める、誘って止めるっていうのが、うんうんうん、で誘った時に興味持った魚がヒュー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 って来てるにパチンってこういうの、ほら、それで当たりが出るわけですよね。このところで暴れて、これを固定につけてしまってちょっと竿先を緩めたりします。その時に動きがゆっくりなんで、あの12メーター下じゃないですか、だからラインが吹けるのがゆっくりなんで、もう少し早くなるように今上へつけてあげると、もうパッ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 ってこういう今セッティングしますんで、はい、重りつけたよね、はい、で来た来た、はい、来た、はい、さらば重りがついた、うん、これもついた、よしよし、いくぞ、これもうちょいよし、ちっちゃい、おー、3匹もついてた。おー、じゃあ今がチャンス、やったー、ちょっと落としてみて、はいよっしゃ、今がチャンスですね。今がチャンス。でこれいい、さっきよりも、うん、あ、来てます。すごい、なんかさっきよりも変わったから、うん、ここの揺れ方がちょっと違うから。ふわふわ。わーい。揺れ方が全然違う。もそもそって言って。めそう。スッてやれば、なんかすごい、よく見とかないといけないですね。でもモソモソって言ってる、ね、ブルブルまで出ないやつを取っていくっていう、さっき以上に、うん、ね、穂先がちょいちょいぐらいの、お、来た、それだ、あ、やったー、けど来てないやな、ま、え、賢いんだな。うわ、来た、そっちかー、そっちかー、ちかでも当たりよかったよね。わかりました、今わかりました、うん、ポンポンポンプって入った瞬間だよね、うん、ちょっとやってみて、テンパるけど冷静にならない、そうそう、プル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 ってプッて入った。さっきより結構あれですよ、小刻みですよ。同じ釣りなのに釣り方が全然違うから、うん、こんな変わるんだね。ねえ、さっきまでやつ緩みすぎかもしれない、ちょっとぐるぐるっと、そう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 、どれぐらいの伸びしろがちょうどいいんですか？5センチぐらい、あれ、お腹いっぱいに来てる、よし、来た、そうなんです、よし、今分かった、当たりが来てるね、それも、お、2匹ついてる、おお。それを取ったら1、上の重りを外して普通の釣りに戻しちゃいましょう。はい、竿はさっきのやつ、そうそうそう、こ、いやいや、これで大丈夫、これで両方引くんで、どっちがいい、今の釣り方、ちょっと、もうちょっと今の釣り方を練習して、よし、いいね、いいね、その言葉欲しかったよすいません、それがいいんだがね、難しいからなんか、ね、マスターしてみて、竿先の当たりに集中する。ワカサギ釣りの魅力に取りつかれた新たなワカサギフリーク2人は休むことなく誘いを繰り返す。なんかこの穂先がこうプップみたいな分かりにくいあたりの時ってなんか様子見た方がいいんですかね、うん、いやいやいや、そのもわもわっていうのがもう針先を食べてるんで、あ、じゃあもうすぐに行くと、すぐに合わせる、すぐもう瞬時に合わせる、その後待ってるとブルブルって言うけど、それは加えてもう逃げようとしてるから、ブルブルって言って、その加えてふっていう瞬間に合わせる、あげる、そうそう、うわ、それができればもうベスト、様子見てました、様子見てた合わせのタイミングが分かれば超過も伸びる。
釣れる時はどんどん釣る。はい、どんどん釣る。お、3匹も釣れてる。嬉しい。3匹ゲットだぜ。竿先に注目。名手の合わせ、皆さん竿先に出た当たり分かりましたか？これで釣れてたらめっちゃ気持ちいい。いや釣れてますって。本当ですか？はい、大丈夫です。本当だ、すっごい気持ちいい。そう、なんか聞き上げって言うんで。聞き上げ、聞き上げって言うんですか？そう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 、なんかあの誘っておいてから、その餌が上に行っちゃうよっていう感じでゆっくりこう上げてあげるとかかる。グイグイしてる。すごいな。普段一人で何匹ぐらい釣れます？やっぱり日村によって、日にね、村が釣れる時、今日はちょっと渋い、かなりの渋い。釣れた時はどうなんですか？もう何千匹、100匹ぐらいかなって思ったら。釣れる時は、でも今日みたいにね、渋い時ももちろんあるし、だから考えながら釣るから面白いんだよね。わずか1日でかなりコツをつかんだ2人、釣り終了の午後3時まで冬のワカサギ釣りを存分に楽しんだ。西湖は富士河口湖町に属し、青木ヶ原樹海に囲まれた湖。面積は富士五湖では4番目の大きさで、最大水深は 71.7 メートル、湖面の標高は900メートル。めっちゃ寒いですね。うん、寒いね。寒いけど、このリンク。西湖でこの時期人気なのがヒメマス釣り。12月中旬、気温マイナス6度、午前7時に出船する。ヒメマスは紅鮭の陸風型。西湖では養殖に成功し食用とされているが、その独特の風味から釣りの対象魚として人気が高い。ヒメマス釣りの期間は規則で決まっている。1日に釣れる匹数も1人30匹まで。この部位があちこちに浮かんでる。浮かんでる。で、ここにパチャンとカラビナを引っ掛けて釣りたいね。釣りたいね。まずここが水深が70メートル。70メートル。昨日よりも、もうだいぶ深いですね。11メーターぐらいですね。うん、ヒメマス釣りで一番大事なのはまずポイント。ポイントっていうのはここに、先ほども言ったけど、部位がたくさんありますよね。この部位のどこに止めるか、どこが釣れてるか、まあ情報は船宿さんに聞いてみると、あの辺だよっていうところに今日来てみました。教えてくれるんですね。そう、次に大事なのは棚。棚はね、こればかりは20メートルから30メートルがいいんですよって聞いてるんですけど、こればかりはちょっとね、そのどこを探るか分からない。自分で見つけるんですか？そうです。仕掛けは幅広い層を探るため、長さ 1.65 メートル、10本針を使用。餌にはイクラ、釣り用に加工されている。船宿さんが20メートルから30メートルがポイントだよ、どこに通るか分からないんだけどっていう話を聞きました。ですから20メートルから20メートル、22メートルから24、24から26ということで、とりあえずやってみましょう。水深の目安はリールに巻いてある糸の色で決める。最初の10メートルが黄色、続いて赤、緑と続く。2、3、4、24メートルぐらいのところで、そこから下が仕掛けになってますっていうところで、これでこのまま手を離しちゃうとパッといっちゃうから、これで一回
やる、今カチッて落とします、はい、これでもう手を指をそーっとここのところにかけておくと一気にバッといかない、はい、スーは話しながらいいですよ、スーッと、はい、おー、来た、お、え、すごい、来た、ちょっとそれを落として、あの今ね急に来た、あのもう少し、今いくつまで行ってる、今これ緑のところ、緑のもう少しした、出し切ってって半分ぐらい、よし、そこで止め、はい、止め、少し誘って、はい、で誘ったり、そうそう、それで止めて待って、ほら来た、これ姫よ、ほら、初めて見た、来たじゃん、ほら、すごい、早っこれね、姫よ、本当に綺麗な色ですね、でしょ、初めて見た、説明してできちゃったよ、なんかもっと大きいイメージ、あの今の棚25m ですから、じゃあもうちょっとそれに合わせましょう、はい、ほら、うわ綺麗だ、ね、ピンクですね、今ねよそ見してたけどね、コトンコトンコトン、うん、コトンコトンコトンってなるんですか、ちゃんとね当たり、この日の1匹目は最古のアベレージサイズ、あーほら反応出てるよ、これ本当だ、うん、23ぐらいだね、23ぐらい、これあの、うん、白と白で挟まってるところでちょうど1なんで、1,2,3 でやりましょう、ということはもう少し上げ、うん、大丈夫、はい、OK、はい、ちょっと上目にやってたんで今赤が入ってこれで 20m、 今グリーンがありますよね、ほら、そしたらば大きく刺さって、結構大きめに刺すね、そうで、ちょこちょこちょこってくる、ちょこちょこで一回をちょこん、様子見る、そう、あの枝数がね少しねここに踊るような感じ、棚さえ合えば、はい、置いておいても、あー、へー、穂先がパーンってなっちゃうか、グビグビグなるか、どっちか、あ、2パターンあるんですか、2パターンね、パーンってなった時はどっちがいいかっていうと、上がった方が食い上げっていうんです、魚が大きい、それ上がったら食い上げなんですね、そう上がるって普通にこれが平行になるってことですか、そうですこれ今だって沈んでますもんね、大盛りで、本当に昨日のワカサギのね、やつと似てますね、釣り方が誰でもだからこう、ね、ビヨーンとこうに大きく誘って興味を出さして、また小さく誘う、それでこれの様子を見る、食べる時間を与える、群れに当たればね本当にね3匹とか4匹とかバーってつくんだよ、つくんですか、そう、うわー、それ嬉しいね、釣りがいがありますね、やっぱあるある、あーいいですね、あったかいね、太陽の暖かみを今感じてる、本当にあったかい、お、一回来るよ、見てて、一回、来たんだよ、今来たんだよ、嘘、でもね、もう今いない、あ、今いなくなりました、来たかった、脇坂さん、井上さんと同じ水深を攻める、お、来た、今分かった、ブルブルブルってなりました、すごい、なんだろう、おお、楽しみだな、これ、はい、おお、楽しみだぞ、楽しみだぞ、おー、すごい、でかい、よし、すごい、おお、やったー、すごいめっちゃ嬉しい、いや、初ヒメマスゲットです、すっごい綺麗、めっちゃ綺麗ですね、上達の秘訣は教えを忠実に守ること、おー、来た、おお、胸がじゃあ、見て、ね、ブルブルブルって、ほらほらほら、おー、来た、食い上げてる、お、いいぞ、今のですね、25だね、嬉しい、来てるぞ、25m、おお、これ結構いいぞ、いいぞ、引くぞ、よ、あー、来たー、おー、大きい、めっちゃでかい、
バイバイ。綺麗。やったぜ。イエーイ。やったぜ。綺麗。見えます、やりました。うん、めっちゃでかいですね。おー、ほら綺麗ね。嬉しいな。よし、頑張ろう。ね、今つ頑張りますよ。25メートルライン、はい、取りました。よし、状況は悪くない。ヒメマスは定期的に回遊してきている。そしてこの後、3人に驚きの釣果が待っていた。来てる来てる来てる、すごい。来た、よし、負け、よしよし、いいぞ。よっしゃ、ドンピシャ。釣れたかな。自分はもうちょっと上げてみようか。いや、これ釣れたのかな。ブルブルしてる。いや、なんかさっきよりかは赤がこれぐらい。来てる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 、すごい。おお、ちっちゃいけどちゃんとだよ。ちっちゃかった。でもやっぱりよく見とかないと分かんないですね。でも、あ、でも可愛い、可愛いサイズ、可愛いサイズ。やりました。やったー、2匹目ゲットです。当たりが一度も来ない星水さん、まだ集中力は途切れていないが、厳しい釣りだ。赤の真ん中にいてください。はい、はい、ここ真ん中です。真ん中よりちょい上、真ん中よりちょい上、ちょい上。ほら、当たった。お、お、ほら、来た。お、来た。来た。する。ブルブルってした。おお、来た来た来た。あ、一回。わかんない。ブルブルはした。今もブルブルした今。ね。あー、来てないわ。おろそ。あ、来た。来た来た来た。あ、二匹も二匹。すごい。やりました。やったー。やったー。おめでとう。やったー。お、こっち来て、見て見て見て。ほら、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 ほら。ほらほらほら、自分で自分の来てるよ。お、来た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 。すごい。おーし、来たぞ。来たよ。イエーイ、すごい。あ、逃げてった今。落とせ落とせ。おーおー、すごい。4匹ついてる。やば。綺麗。いいな。4匹釣れた。やばいね。すごい。すごい。もう超嬉しいんですけど。おめでとうございます。ブルブル来た瞬間泣きそうだった。泣きそうだった。これいなかったのでもよかったよね。ねえ、とても美味しいんで、とにかく初姫おめでとうございます。初姫ありがとうございます。冬の富士五湖の締めくくりは山中湖のダイヤモンド富士。綺麗。綺麗、超綺麗。なんか雲一つないからすごい、もう絶景ですよね。ねえ、霊峰富士、そして真冬の太陽が自然の芸術を生み出していく。さまざまな自然と触れ合える富士五湖、真冬の感動はそこにある。